えいーす。はい。お先に。何飲んでるの？当ててみる？またホットミルクじゃないな。それはコールド用のカップだから。わかった。100% グレープジュースだ。どうしていきなりグレープ？ That's just sour grapes だろ。隣、いい？対面が空いてるわよ。まだそれほど親しくないか。釣れないな。本当に親しい二人は対面で座るものよ。ほら、あそこのご夫婦。当たってた？外れ。100% ジュースに L サイズはないわよ。しまった、大前提を見失ってた。じゃあコーラで決まりだ。その濃い色なら。アイスコーヒーの可能性は？アメリカ人がアイスコーヒーなんて日本文化を飲むはずないだろ。当たり。はい、商品。サンキュー。アイスコーヒー。アイスコーヒーは大好き。一番好きな寿司ネタは？小肌。参りました。ポテトもご一緒にいかが？君のスマイルをくれ。私のスマイルは高いわよ。あちらのご夫婦、いい光景だね。ああいうの見るとホッとするよ。羨ましいな。あなたには無理ね。きついな。俺は引退まで生き延びるぜ。違う違う。あの年であなたが引退してるはずがない。そっちか。じゃ、あの年でもバーガークイーンは作戦会議の場だ。あのご婦人は、さしずめ君かな。私も。あのご夫婦もタンカーについて語り合ってたりしてね。やっべ、商売敵かよ。タンカーなんか沈めて楽しいのかな。楽しくなくてもやらなければならないことはある。まあね。ドキ。ああ、石油絡みとはどうしても思えないんだ。オイルショックを起こしたいなら方法は他にいくらでもある。オペックだって一枚岩じゃない。そうじゃない、俺が思うにポイントは石油じゃない、でかい船ってことじゃないかな。新兵器。アメリカはそれが怖い。ええ、タンカーが消える実際の損害よりも消えるというインパクトを恐れているわ。今はまだ必死でディフェンスしてるけど、事実が明らかになればパニックか。悪の帝国が攻めてくるってね。ええ？
本気？半分以上は。ま、俺だってそんな力を手に入れたら世界征服に出ちゃうかもね。あなたならやりかねないわね。その時は呼んで。ベンチャー企業の立ち上げみたいに言うなよ。ま、リサなら大歓迎だけど。何もできないけど。いいんだよ、君はにっこり笑って座ってりゃ。そろばんを習いに。それよりうまい茶の入れ方をサツキにでも聞いてくれ。東洋の神秘よ。アポロ13号もそろばんで軌道計算して帰ってきたもの。なんかの SF とごっちゃになってないか。そろばんはいいって。普段はコーヒーでも沸かしててくれよ。なんたって最強のボディーガードだろ。片付ける？置きっぱなしでいいんだよ。ここのお店はね。どこまでサービスしてくれるのか分かるってもんさ。そうね、さすがに手慣れてるわね、こういうの。いつものこと。置いて出て行って店員に怒られるのは嫌。大丈夫だって。いい時計ね。君とデートならジャック・リムルトのトゥールビヨンの一つでも巻きたいところだけど、仕事柄ね。エディと共同開発の自慢の一品さ。タッチパネルインターフェースは感心できないわ。手探り操作性も悪ければ誤動作の可能性も高い。サバイバリティも低い。割れたらどうするの？サファイアが1枚入ってるからその可能性は極めて低いよ。ここはアマゾンの奥地じゃないし、操作性はまあ慣れだ慣れ。それより見てよ、この滝の。ん？世界時計1000分の1秒計測、 GPS、 携帯電話ユニット、超小型 PC、 温湿度赤外線センサー、FM、AM、短波受信ユニット、気圧測定、パンチラ盗撮、何でもござれ。パンチラ？いやまあそれはどうでもいいとして。下着を取って何が楽しいのかよくわからないわ。分かってんなら聞くな。発射式ワイヤーロープは？試作したが手錠みたいな時計になった。きっと似合うわよ。手錠だから。さ、集音マイクは？こういうバカ話も全部聞こえるようなやつ。吐息のリズムまで聞こえるやつ。最近の集音マイクの性能はものすごいわよ。そんな話聞くと一つ手に入れたくなったな、そういうマイク。どうして？リサの吐息を聞いてみたいからさ。今聞いてるじゃない。プライベートで。プライベートよ。夜。あまりおすすめしないわ。どうして？性能が上がれば上がるほど単機能になるの。私たちが普段使ってるものになら当然ついてるものがついてない。フィルター？そ。愛のささやきでどう？いいわね。ワン、ツー。愛してるぜ、リサ！
ふぅ、ナイスコン。ドライバーシート。サンクス。初めてじゃん。そんな素直なありがとうは。そう、いつもこうよ。リアエンジン、リアドライブは初めて。71年のレンシュポルトなら経験あるけど、それ以上の先生はいないね。とりあえずレッツゴー。来てる？来てるね。物は？普通のセダンだ。中身は分かんないけど。この子ならどんな相手でもいつでも振り切れるわ。じゃ、ちょっとドライブと行くか。やっさ。車、好きだね。ええ、少し。特に RR はギギクルッとパラノイア。そう呼ばれても否定できないわ。ふーん、案外完璧主義なんだ。案外って何？さっきみたいな派手な無茶、普通のエージェントはやらないぜ。まして軍育ちとは思えない。映ったのよ、誰かさんがね。俺はウイルスか。褒め言葉。そうかな。RS2 ならトータルトラクションコントロールシステムとアクティブトーコントロールシステムがついてる。もちろん。外し方は？580馬力のリアエンジン車だぜ。悪いことは言わないからオンにしとけって。 ABS のカプラーも抜いてほしい。やれやれ、知らねえぞ。見ると姫君の仰せのままに。ピッ。これが噂のオンボード AI？ 使い物になるの？見るとお力、ご覧に入れて差し上げて。ピッ、ピリリ。ご機嫌、損ねた？ごちゃごちゃ言わずに踏めってさ。では。
マーベラス、なんて素晴らしいの。いいからステアリングから手を離すな。200キロ200キロ、トラクションが逃げない。デフが最高。アクティブ入れるともっといいぜ。スキル音さえ鳴らさない。ふん、RR の楽しさはトラクションコントロールのスリルよ。刃物の上走るスリルは否定しないが、本当に楽しいのは走ること自体のスリルじゃないかな。否定しないけど。フォーミュラだってオートマチックでトラクションコントロールと ABS がついてくるご時世だ。楽できるところは楽した方がいいと思うけど。あなたがそこまで進めるなら試してみましょうか。ミルト、ってことでオールアクティブコントロールプリーズ。やあマイスター。お話もできるの。忘れてた。ミルト、自己紹介。やあ、Nice to meet you, Miss Vixen.My name is Milt. System 911RS2 Version 2008 Me too. 世界で6台の S2 に名前を覚えてもらうなんて光栄ね。 ID13 のエースにドライブしてもらえるなんて光栄だよな、ミルト。ビビよろしく。ビよくわかったね、こいつが S だって。バカにしないで。踏めばわかる、マイスター組完全バランスフラット6。聞けばわかる、まるでシンフォニーのようなエンジン音。素の RS2 だって宝石だけど、この子の前ではダイヤの前のトパーズね。ビッビリリ。必要以上に照れなくていいぜ、リサは口がうまいんだ。お世辞じゃないわよ。ビリッ。追加だね。どうする。愚問よ。コンビなんだから君の意見を聞くのは当然だろ。違うわ、結果が同じだもん。あなたならゴー、私ならもっとゴー。任せるよ。ちょっとだけ飛ばしていい。君のちょっとは。タックス。やあマイスター。おい、ちょ、待っ。南無阿弥陀仏。それじゃどっちも来てくれそうにないわよ。どっちかが来なきゃなんないような事態は避けてくれ。
さすがは ID13 の先方。ナイスドライブ。ありがとう。お世辞でも嬉しい。お世辞じゃないって。いよいよ割れてきたな。ええ、私とあなたが手を組んでることが分かれば向こうも警戒を強めるでしょうね。なんたってリノセロンって暗殺作戦成功の立役者だもんな。古い話。3つの脱出ルートのうち、私の張っていた場所に現れただけ。特に誇るようなことは何もしてないわ。命令は暗殺？それとも捕獲？その2つに差がある？おいおい、そりゃないだろ。いかに極悪犯罪人とはいえ、いや、だからこそ白日のもとにさらして法の裁きを。いずれ死ぬなら早く死んだ方が幸せよ。アメリカの刑務所は人権ってやつがしっかりしてんじゃなかったっけ。刑期350年、人間とも呼べないような悪魔に死ぬまで税金を使わせることはないわ。悪徳残か。それがリサのこだわり。こだわりじゃないわ。人の生き血を吸って肥え太る人間を見ると我慢ができないの。高速炸裂弾一弾層、本人も気づかぬうちに地獄行き、電気椅子に怯える時間をなくしてあげたの。感謝してほしいぐらいよ。炸裂弾ってことは大口径ライフルで狙撃？いえ、室内戦よ。FN システムよ。知らない？ああ、知らない。そんな便利なものがあるのか。22の貫通力に爆発力が加わったらもう無敵じゃないか。あまりに非人道的ゆえ国際条約で使用禁止。で、アメリカ軍はこっそり使ってると。正式には使っていない。やれやれ。悪魔に対抗するにはこちらも女王を捨てる必要があるわ。俺はリサと違ってクールになりきれないからさ。敵が悪魔だからこそ俺は人間でいたい。甘いわ。かもね。だけど今までそれでやってきた。その甘さがいつか命取りになるわよ。いいよ、それでも。俺が俺で亡くなるのなら命なんかあってもしょうがない。あなたのそういうところかっこいい。だろ？ちょっとかっこよすぎるけど。でもあなたはいつも楽しそう。まるでミッションがゲームみたい。楽しまなきゃ。人生は一度しかないぜ。どう使っても一度だけしか。そうね。でも。でも？相棒がそういう甘い人だと不安でしょうがないわ。
俺は相棒がそういう辛い人だと後ろから間違って撃たれやしないかとビクビクするけどね。私にはあなたを撃つ理由はないわ。ってことは理由ができれば撃つだろ。否定できないわね。構わないよ、撃ってくれても。それでミッションが成功するなら。合理的か非合理的かわからない人ね、そいつは。シンプルだって。どちらかしか生き残れない。その時生き残るのはごめんだ。そんなもの俺じゃない。ただそれだけのことだよ。なるほど、あなたがそう言うならそうなったらそうするわ。ごめん、つまんない話になったね。いいえ、とっても楽しいわよ。こういう話ができる人、他にいないから。いい風。潮風だけど。だからいいの。ふるさとが海の近く？いいえ、逆。海がなかったから初めて見た時の感動を忘れない。そっか。お気に入り？ああ。私もそうしていい？もちろん。海が好き？夕日が好き？両方かな。海はいいよ。月並みだけど、目の前にドーンと大きく広がってくれてると小さな悩みを全部忘れられる。そういちにも悩みがあるの？またバカにするだろう。あるよ、俺にも少しぐらいは。ごめんなさい。リサはどちらが好き？風かな。それもいいね。同じよ。潮風は小さな悩みを吹き飛ばしてくれる。リサにも悩みがあるんだ。またバカにするだろう。あるよ、俺にも少しぐらいは。リサ、何かあったら俺でよければ何でも聞くよ。そういちは優しいわね。君だけにはね。それにシャイ。そうかな。潮風で足りなくなったらおいで。スパシーバ、あなたも。そうするよ。いい風。
いい風。うっさい。楽しそうだな。楽しいよ。いいよな。オラッチ必死で走り回ってんのによ。愚痴んない愚痴んない。今はナビの輝くステージだろ。だよったく、口ばっか上手くなりやがって。キツネの口説きすぎだよ。ああやだやだ、色ボケ小僧がよ。はいはい、焼かない焼かない。俺年上は苦手なんだ。どう扱っていいのかわからない。お姉さんがいるだろう。姉さんは姉さんだよ。恋人でもなけりゃ友達でもないだろう。いいんだよ姉さんのことは。それよが見てくれたかい、オラッチの血と汗と涙と血尿の結晶。見たよ。まさしく血尿出るぐらいすごいね。へへへん。すごいね。すげえな。戦いのプロだ。プロ中のプロだね。総一が一発止めれたのは奇跡に近いよ。まあね、ワンツーで意識上げてろ。定番中の定番なんだけど、だからこそあの化け物みたいなスピードでやられるとショックが大きい。分かっちゃいるけど止められないってやつがね。パキスタン、アフガニスタン、ソマリア、イラク、イスラエル、チェチェン、世界一周テロ撲滅暗夜。地獄巡りだ。地獄のメギツネタ、よく言ったもんだぜ。あの金髪、あのナイスバディじゃ目立ってしょうがないと思うけどね。ブロンドの方が塗りやすいんだろ、脱色の手間がね。そんなもんかな。ま、戦場で目にした人間は生きてないか。だな。名前はあまりメジャーじゃないもんな。地に落ちたりといえどもそこは米軍だ。作戦がクリティカルになればなるほど子飼いで固めるんだろう。ああ。ってことは逆に言うと、このミッションはアメリカにとって極めて重要なミッションなんだな。だね。ま、羊がここなら大きな外しはしないだろう。基本的に味方と考えていい。そんなに簡単に信じていいのかね。考えても見ろって、メジャーリーグワールドチャンピオンチームの4番でエースだぜ。どこのバカが FA 宣言するんだよ。そりゃおめえしねえな。天の尺のこの俺でもしないね。金ではね。金以外の別のものはどうだ。それを探るのは、俺っちの仕事だね。ただ女は怖いぜ、何にでも化ける。ってことは世界一頼りがいのあるパートナーにもなってくれるってことだ。ま、確かに総一とあの姉さんが組めば間違いなく世界最強だ。この二人にできないことはねえな。またまた、給料も上がらなきゃボーナスも出ないぜ。ま、これは本音。できるかい、世界一のパートナーに。
ってみせるさ。相変わらず自信だね。捕らえどころがないだけに、捕まえればきっと背中を預けられる。方法は精神誠意かな。ガキじゃあるめしよ。ガキだもん。冗談は抜きにして、あの人は何かある。何か。時々すごく寂しい目をするんだ。エージェントにはよくあることだ。それとも違う。何か遠い何かを見ている。人は誰だっていくつかそういうものを持つ。おめえだってそうさ。例えばお姉さんの話になればいつでも。そういうんじゃないんだ。ラッチはデートしたことねえからわかんねえけどよ。恋の病かとね。近いかも。とにかくリサには悪いが、もう少し探ろう。俺たちにとっては非常に大切な要素の一つだ。だな。戦闘中恋する瞳になられちゃたまらん。俺の後ろ姿でそうなっちゃうかもしれないけど。ないない、それはないから心配するな。それよりおめえの方こそ惚れちまわねえでくれよ。ああ。なんだよその間。勘ぐりすぎだって。よくいるんだよ、妙なシンパシー持っちゃってさ。仕事で知り合ったエージェント同士でくっつく二人。だがな、大抵はうまくいかねえ。フィギュアのペアなんかと一緒だ。恋人同士や夫婦っていうのはどうしても甘えが出たり、普段の生活の喧嘩を引きずったり、とにかくデリケートなんだよ。そんなにムキになって説教することはないだろう。そんな風になってから止めてくれ。そんな風になってから止まる男かよおめえがよ。まあ、いや、だが真面目に。待ってる待ってる、もうちょいだ。もうすぐ熱い吐息も聞けりゃ、アメフトとアイスと車以外の好きなものもしっかり調べ上げてやるっての。いや、それもだけど。タンカーの方もさ、ダブルチェーシングで後ろについてりゃよかったね。またすぐにお目にかかる連中さ。そろそろ動き出してきたな。ああ、次はバッチリはめてやるぜ。関係各所に寝回し、ミスターにも連絡せざるを得ない。了解。頼むぜ。面倒ばっかかけるけど。任せろって。なんだよ、優しい言葉なんかかけやがって気持ち悪い。やっぱ危険な遊びにうつつ抜かしすぎじゃねえの。そういやさ、こないだの冬季五輪のフィギュア、金取ったのは恋人同士のペアだったぜ。はあ。